森田雅子、涙の連絡船を歌います。いつも群れ飛ぶカモメさえ。59番桜田淳子、見知らぬ世界を歌います。あなたを好きと言えなくても恋をした時から。101番山口百恵、回転木馬を歌います。あの時ふっと寂しくて一人夜の海を歩いてた。どうぞ。スター誕生は1回の予選会に1000人の応募者が集まり、番組終了までの10年間に200万人の歌手を目指す少年少女が参加しました。このうちデビューできたのは88組92人、実に2万倍の確率に青春をかけました。森井雅子ちゃん、泣かなくていいんだよ。淡い初恋気自らの歌でその未来を切り開きました。桜田淳子ちゃん、あなたが本当の音楽シーン以上です。ようこそここへ、私の青い鳥、あなたが望むなら私何をされてもいいわ。スター誕生からデビューした歌手たちも今や適齢期、母親になったり今年幸せをつかんだり、しばし懐かしい顔をご覧ください。家を建てたなら。1番岩崎宏美、一生懸命歌いました。これからも頑張りたいと思います。どうぞよろしく。さあそれでは行きましょう。お願いします。どうぞ。はい、会場からこんなに歌って中3トリオがデビューしたのが14歳、この岩崎宏美さんが16歳。スター誕生でデビュー年齢がぐっと若くなりました。できました。僕の全てを見てください。バトンに取り気を、コンビを組んで1年半、聞かせるタレントより見せるタレントが目標です。どこにでもいそうな2人の女の子が日本中を大ブームに巻き込みました。88組92名のスターを生み出したスター誕生。この番組はスターを夢見た少女たちの夢先案内人だったのかもしれません。あなたは時々振り向き向かう気微笑みながら、あいつに肩をすくめてもちょっぴり眠い。
ごく普通の女の子、少女 A たちが巣立っていったスター誕生。これもテレビ35年の歴史の中のワンステップでした。